放末細胞はアテローム性動脈硬化症に見られる脂肪蓄積マクロファージである。これらはプラーク形成またはアテローム性動脈硬化症の兆候であり、これは一般に心臓発作及び脳卒中のリスク増加に関連する。血管の内皮に脂肪が沈着している位置にマクロファージがやってきて放末細胞が形成される。マクロファージは 脂肪物質を取り囲み、それを破壊しようとする。マクロファージは脂質を取り込み、それで満たされ、泡立った外観になる。慢性高脂血症では、リポタンパク質は、血管の内膜で凝集し、マクロファージか内皮細胞に生成される酸素、フリーラジカルで酸化される。マクロファージは、細胞表面のスカベンジャー受容体を介して、エンドサイトーシスによって酸化された、低密度、 立歩タンパク質を取り込む。スカベンジャー受容体は LDL 受容体とは別の受容体である。参加された LDL はマクルファージや他の鈍色細胞に蓄積し、放末細胞になる。放末細胞は動脈の内膜内のアテロームのプラークの脂肪線上を形成する。放末細胞は低密度立歩タンパク質コレステロールを多く取り込んでいる。 LDL は悪玉コレステロールとしても知られており、アテローム性動脈硬化症のマーカーになる。放末細胞は悪玉コレステロールを血管から取り除こうとしてできる。放末細胞は明白な兆候、または症状を示さないが、それらはアテローム性動脈硬化症の発生の段階である。泡沫細胞は大きさが非常に小さく体から取り除かれた後に、 検微強化で死亡プラークを検査することによってのみ検出することができる。HDL コレステロールは善玉コレステロールであり、それが属していない場所から有害なコレステロールを除去する。放末細胞それ自体は危険ではないが、特定の箇所に蓄積し、エシ性のアテローム性動脈硬化症の中心を形成し始めると問題になりうる。そのエシ中心の繊維性の塊が 血流に乗り、より小さい血管を閉塞する、側線症を引き起こす、可能性がある。小血管の閉塞は拒血をもたらし、血管関連死の主要な二つである、脳卒中及び心筋梗塞となりうる。アテローム性動脈硬化症は、血管内にプラークが形成され、動脈硬化及び強窄が起こる症状である。アテローム性動脈硬化症は、心臓発作。 脳卒中及び末梢血管疾患の原因の主なものである。これらの疾患を合わせて心血管疾患という自己免疫は自己の免疫が自分自身を攻撃し始めるときに起こるアテローム性動脈硬化症と自己免疫との関係は形質細胞様樹状細胞である。PDC は血管内のアテローム性動脈硬化が形成される。 初期段階に関与する。PDC の刺激は、プラーク中に存在するマクロファージの増加をもたらす。放末マ,マクロファージは、クラミジア、トキソプラズマ、結核菌などの体内に残留する、病原体によって引き起こされる病気にも見られる。結核では、細菌の脂質によって、マクロファージが過剰な LDL を排出することができなくなり、 肺の TB 肉芽種周辺の放末細胞に変わる。コレステロールは細菌の豊富な栄養源となる。マクロファージが死ぬと肉芽種の中心にあるたくさんのコレステロールはキャシアムと呼ばれるチーズ状の物質になる。放末細胞は乳房インプラントから漏れ出したシリコンや吸収された有機的な抗原及び一部の薬物の周りにも形成される。ありがとうございます。